す、止めるで社会に貢献されるナブテスコ株式会社様は、ものづくり、まちづくり、人や物の移動、日常生活と福祉、生活用品の生産など幅広い分野で私たちの暮らしを支えている企業です。製新工場では世界シェア 30% を有するミニショベル用メインコントロールバルブを製造しています。私たちの現場ではオペレーターが記入する紙の帳票で管理していました。多忙なオペレーターに記入していただきますので、必ずしも正確なデータとは言えませんでした。ですので、正確なデータを取得するために IoT 製品を検討し始めました。 IoT BL 化製品のメリットやデメリットを調査する過程で、まずは実際に設備からデータを収集してみることを優先的に考えました。カンパニー制の組織で新しい取り組みをするためには、各部門の裁量でトライアル的に製品導入を決断できるような手が届く価格帯であることが選定のポイントでした。ファナックのフィールドシステムは導入の初期費用が低価格に抑えられています。さまざまなアプリはサブスクリプションで提供されていて、まずは使ってみる、そして実践しながら使いこなせるか考える、これがフィールドシステムの魅力です。さらに製品を使用する限りファナックは保守を続けますという障害保守サービスがフィールドシステムにも適用されると聞き、製品導入時の不安要素は一気に払拭されました。このような経緯で実際に収集したデータを見ながら、何ができるかっていうのは走りながら考えようということにしました。そこで製新工場にフィールドシステムを導入しました。IoT で見える化を始めた、データの種類はまだ一部分ですが、 PMA モニターのお手軽アンドン表示は設備の運転状況をリアルタイムに把握できる以上に、製造現場に見られている意識を感じてもらうことができました。ある工程では朝の立ち上げに時間がかかっていました。現場のオペレーターは日常点検や夜勤からの申し送り対応など時間がかかる理由を把握していますが、管理部門には伝わりにくい面がありました。そこにデータの見える化を導入したことで、互いに納得できる情報が根拠となり、リードタイムの短縮を目指したディスカッションが活発になりました。私たちの現場では1日単位の生産計画で運用しています。将来的には時間単位の計画へ移行を目指しており、最近はチームメンバーが主体的に改善活動に参加するようになりました。今後は人のデータの見える化にチャレンジしていきたいです。設備や物のデータと人のデータを紐づけて、さらなる IoT の活用に取り組んでいきたいと考えております。